それでは、続いてのセッションです。こちらは、箱部さんといいます、スカラーインパールカンパニーとでございます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日は、スカラーインパールカンパニーという題目で、発表したいと思います。僕は箱部っていう名前で、大体箱部っていう名前でインターネット活動をしてるんですけど、ハテナでずっと働いてるって感じの人で、2008年ぐらいにハテナインターンで入って、それからアルバイト、エンジニアが続いて、これまでハテナブックマークとか、ブログとかを作っていて、で今はカレブっていうサーバー管理のサービスの開発をやってます。で今日タイトルにあるように、スカラインパールカンパニーって言って、そのパールカンパニーってところなんですけど、もちろん、パールカンパニーって言ってるのは、そのうちのハテナ、株式会社ハテナのことを指していまして、株式会社ハテナっていうのは、ご存じいただいている方も多いのかもしれないんですけども、インターネットサービスを作っている企業で、2001年に創業して、2014年までずっとやってるっていう会社です。でも、書いてあるように、ほとんど全てのプロダクトは、これまでずっとパールを使って実装してきていて、皆さんご存知のブログとか、ブックマークとか、ダイアリア、人力検査、ハテナみたいなものをはじめとして、ログイン周りとか、そういう課金の周りとかの機能だとか、あと社内で使われているツールっていうのがいろいろあるんですけれども、そういうのも全部パールで実装してきました。で僕は2008年から入ったんで、実際こう、なんでこう、うちの会社はパールを選択したのかっていうのをちょっと調べてみたんですけれども、なんか検索してみるとこういうエントリーがなんか発掘されて、なんかここで、なんか前の CTO の人がなんかいろいろ教えてくれているんですけれども、パールっていうのはこういう特徴があるっていうふうにそこではまとめられてました。少ない記述量で、要は多くのことができるっていうんで、生産性が高いし、実行手順っていうのがパールコマンドを実行してすぐに実行されるので試行錯誤はしやすい。あと、もちろん CPAN ライブラリが豊富っていうのもありますし、あと、古くはモッドパールをはじめとして、今ではプラックとかいうウェブ基盤がすごい充実していて、ウェブ開発がしやすい。あと、こういう躍進みたいなすごいイベントが毎年開かれるみたいな優れたハッカーコミュニティがあって、新しいものをどんどん高速に作り出す言語としてはすごい良い言語だというふうに僕らは考えて使っていたわけです。で、そんな今夜があって、10年ぐらいその当時の話から歳月が流れたんですけれども、10年あるとどういうことが起こるかっていうのがあって、10年あると、これは月並みの話ですが、ウェブ技術は進化すればスマートフォンも出るし、ウェブアプリケーションっていうのは昔すごいシンプルな掲示板みたいなものでよかったのが、最近はもうすごい UI みたいなのをちゃんとしようっていう、時代になってますし、ユーザー数っていうのも昔に比べると増えてるし、どういうふうにお金を儲けるかみたいな話も変わってる。で、こう10年とか続いてるサービスがこうずっと価値を生み出していくっていうのには、こういうソフトウェアをどんどん変更して新しいものに作り変えていくっていうことが必要だと考えられます。で、ここにいろいろ書いてますけれども、もちろん新しい機能を追加したりだとか、時にはサービス全体がちょっと古い感じになってきたらリニューアルしたりだとか、で日々のバグフィックスをしたりとかセキュリティフィックスするっていうのはある。それに外の外部環境が変化して、みんな世の中ではツイッター使ってるか対応しないとか、あと将来の変更に備えて、リファクタリングをしないといけないとかっていうこともあるわけですね。で、要はこういうソフトウェアを単に保守するというよりかは、ソフトウェアをどんどん作り変えて新しい価値を出していくってことをするソフトウェア進化っていうのをずっと継続していかないといけないっていうわけです。で、ハテナでは結構このソフトウェア進化に関してはいろんな取り組みをしていて、テストを毎回ちゃんと書くようにしましょうとか、それを CI に乗せて保護するようにしましょう。で、最近ではソースコードを、そのパールのソースコードを解析して、でその、構文儀とかに従ってうまく変更するような仕組みを整えたりだとか、あとは開発フローをすごい整えていて、作ったソースコードがリビューされないとリリースされないだとか、リリースするときにこまめにリリースすることによって、不具合が本番環境に混入しないっていうのをいろいろ工夫したりしています。で、こういう話はいろいろやっていて、いろんなところでも発表させていただいていて、去年の躍進でハテナブログの開発フローの話があったりだとか、今年もその GitHub と強く関連した部分について、どういうふうな工夫をしているかっていう話をしていました。なんと明日の
夜、夕方にもちょっと人手君がパールの静的解析の話と実際にリファクタリングをどうやったかって話をしてくれると思うので、そのあたりに興味ある人はぜひ、聞きに行ってあげてください。で、まあ、こういう前提があるんですけれども、パールどうしてもこうなんかプログラムを書いてるとこれだけフローを整えていてもランタイムエラーみたいなのが起こることっていうのはあるっていうのがあります。例えばちょっとよくある例みたいなのを出したんですけど、なんか引数セクイアレルっていうサブルーティンがあって、で引数は文字列だよねって言ってみんな使ってたんですけど、 URI オブジェクトみたいなのを渡してもまあなんか動くんですね。 URI オブジェクトはストリングのオーバーロードが定義されているのでなんか動くんですが、ある日おこれは引数の名前 URL だし URI オブジェクトじゃんとか言ってメソッドを呼ぶ人がいて、で大体動くけど一部では文字列を渡しているところとかがあって、なんかサーバーのロゴを見たらキャンタロケードオブジェクトメソッドみたいなのが出ているみたいなのが、まあなんかご経験があるんじゃないでしょうか。似たような感じとしては、まあ、エントリーっていうクラスにリトリーバイ ID っていうメソッドが入ったんですけども、あるブランチで A さんがなんかシグニチャーがダサいからちょっとこう変えてみやろうとか言ってる間に B さんがどんどん呼び出しを足してしまって、でその時こうテストが偶然うまくいってればいいですけれども、なければ衝突した瞬間にこのメソッドもないですねとか言って怒られてしまうっていうことが、まあパールを開発しているうちではまあ経験がかなりありました。でそういう部分のまあエラー検知の限界みたいなのが結構パールにはあるなと感じていて、まあ思ってもみないところで今みたいな、まあまさかこんなところでおかしなことが起こるとはっていうところでエラーが起こってしまうことが、まあ、あるにはある。で、まあ、もちろんテストを書きましょうっていう話なんですけども、まあ、完全に想定できるならテストできるはずなんですけど、まあ、想定できないから実際にエラーになっているわけですし、まあ、カバレッジを高めていけばなんとかなるっていう話もあるんですけど、まあ、そこにどこまでコストをかけるか、まあ、テストばっかり書いていて何も生み出せないっていうことではダメなので、まあ、どうなのかっていう話があります。結局結構エンジニアが全部のコード全体をすごい把握していて、それをうまく、例えばレビューとかで教えてあげるみたいな風になりがちですね。で、まあ、ここまでまとめると、まあ、パールによる大規模開発をまあハテナでやってるわけなんですけれども、結構継続的にソフトウェアを進化させていくためには、なかなかまあ安全なソフトウェアの変更っていうのが必要。でも安全にするための方法っていうのが、まあ、十分ではないっていう感じているところがありました。で、2013年の冬ぐらいなんですけれども、新プロジェクト、ハテナで始めまして、これが、マカレルっていうサービスです。マカレルっていうサービスを、まあ、聞いたことない人もいるかと思うんですけれども、ハテナが提供しているサーバー管理のサービスのことです。で、結構ハテナでは社内でずっと使われていたサーバー管理ツールがあったので、でそれが結構うまくいっていたので、それをサービス化しようといって、今開発を進めていて、今ベータ版を提供しています。で雰囲気としてはこんな感じの画面が出て、ちょっとなんか出てましたけど、こういう感じで各サーバーになんか常駐するプログラムをインストールしておくと、まあ、こういうふうにきれいなグラフが出てきて、まあ、まとめて表示してアラートを受け取ったりできるっていう便利なサービスです。で、まあ、開発の背景としては結構大事なポイントとしては、ハテナっていうのは全サービスがハテナ ID を使えるんですけれども、このマカレルではあんまり使わないだろうっていうのは初めから想定されてました。あと結構自社サービスなのでスケジュールもまあめっちゃきつきつってわけではないので、ここはなんか新しい言語を投入してみればなんかうまくいくんじゃないかといって、まあ、まずは実験的というか、まあ、ここで新しい新技術を投入してみようということになったわけです。で、マカレルチーム的にはどういう言語が必要だったかっていうのを、まあ、要件があるんですけれども、一番強い要件としてあったのは、静的な型システムがあることでした。というのは先ほど言っていた、まあ、エラーの、まあ、思ってもみないエラーが起きるっていう部分のエラーの検知をなんとかこの型システムでうまく補ってくれないだろうかというふうに考えました。まあ、他にも、まあ、例えばずっとこれまでパールを書いていたので結構柔軟に書けるとか、まあ、そういうウェブ開発がうまくできるかとかっていうことも考慮に入れていました。で、まあ、静的型システム、まあ、あまりわざわざ言う必要ないと思うんですけれども、値とか、まあ、関数の定義とかに型を記述することによって、まあ、コンパイラーがその事前にソースコードをチェックすることによって計算があらかじめエラーにならないかどうかっていうのを検知してくれる仕組みのことです。まあ、さっきみたいに文字列に対して間違ってスキムメソッドを呼んでしまったみたいながあったと思うんですけども、ああいうのが事前にチェックしてわかる。
で、チェックどれぐらいの範囲がチェックできるっていうのは、言語がどれぐらいちゃんとというか、まあ、言語がどれぐらい型を表現できるかとか、まあ、どういうふうに型を設計するかっていうのは依存します。じゃあこういう型システムのあるめっちゃいい言語を欲しいっていうことになったんですけれども、まあなんかそうなるとなんか頭をちらつくんですけれども、じゃあやっぱりハスケルかって話になったんですけど、結構ハスケルかっていう感じで、なんか非常にいい型システムがあるんですけれども、まあ結構社内でもうハスケル俺は何でも吹けるぜっていう人が、まあ、そんなめちゃくちゃいるわけじゃなかった。で、一番初めにマカレーを作り始めたエンジニアの人はすごいハスケルファンだったので、このままハスケルでいくのかっていうのもちらっとあったんですけど、まあさすがにそれはなさすがにっていうとちょっとあれかかるかもしれませんけど、まあなかったいや、はい、ハスケル大好きです。で、で、まあそれで、まあそんな今夜でちょっとスカラを、まあ、使うことになったわけです。スカラはまあ紹介するとオブジェクト指向関数型、オブジェクト指向と関数型のハイブリッドプログラミング言語で、マーチン・オダスキー先生っていう人が作っている人で、この人は Java のジェネリクスの実装とかをしていた人っていう感じで、まあ、Java はすごい詳しいし、型のことについても詳しい。で、高機能な静的型システムを持っていて、JVM 上で動いて Java と互換性あるっていうのが特徴です。で、スカラの雰囲気、こんな感じっていうのをちょっと見てもらいたいんですけど、これはまあなんか単純なハローワールドみたいな感じで、数字を0から100まで上の方でループしていて、でそのメス、数字に合わせてメッセージを出します。で、7で割り切れたらラッキーとか出るみたいな簡単なコードですけど、まあ、見たらなんか読めるなっていう感じだと思います。で、スカラなんでこういう選んでるかっていうと、まあ、さっきも言った通りにやはり型システムがちゃんとしてるっていうところがまあ第一義にありました。で、まあ、ここにいろいろ型、こういう型の仕組みがあるなっていうのが書いてあるんですけれども、まあ、この型で何ができるかって話なんですが、一番大事なのはこういった型をいろいろ組み合わせて、まあ、代数的なデータ型を定義できるっていうのがスカラの言語としては重要なポイントでした。代数的データ型っていうのは何かって話なんですけど、代数的操作によって定義できるされる型ってなんかあんまり情報は増えてないんですが、まあ型のは、まあ、型が A っていう型が B か C かっていう和とか、A っていう型が B と C を合わせたものかっていう積を組み合わせて定義された型のことです。で、何のこっちゃって感じですけども、まあ、例えばこういう代数的データ型を使うと、なんかオプションっていう型を定義できて、まあ、これは存在しないかもしれない型っていう意味なんですけれども、例えばオプト1っていうのはサムって書いてあって、オプト2っていうのはノンって書いてあります。で、これは、型のレベルで値がないかどうかっていうのをチェックできるってことで、プログラムを実際に動かす前に、ちゃんといわゆるアンデフチェックみたいなのをしているかどうかっていうのをチェック検証できるんですね。で、結構アンデフチェックっていうのはパールだと動的にチェックしないといけなくて、忘れてしまうってことはあるんですけれども、まあ、絶対チェックされているってことが型のチェックによって分かったりする。で、スカラの理由さらにあって、まあ、記述が結構柔軟に書けるっていうのがありました。型はもちろん値に、この型が数値だとか、なんかなんだかどういう種類の値だとかっていうのを自分で記述していかないといけないんで、まあ、確かに、動的な型の言語よりかは煩雑なんですけれども、型推論とかパターンマッチっていうテクニックを使って、結構簡単に、きれいに書くことができます。まあ、例見てもらったらいいんですけど、これちょっとあんまりいい例じゃないんですけど、例えば、100より小さいティモラッツを計算しようとか言って、下に FIB っていうタブ予知があって、で、0から30の列を作って、マップでフィブにマッピングして、その中から100以下のを探すって、なんかファルだったらふーんって感じですよね。で、これをスカラでそのまま書くとこういう雰囲気になります。なんかあんまり雰囲気変わんないって感じですよね。いや、あんま変わんないと思うんですけど、まあ、例えばフィブっていう関数があって、まあなんかマッチって出てきてますけど、その奇数の N っていうのが1か0だったら1だし、 M だったら最適に計算します。で、上の方を見てもらったらいいんですけども、0から30を順番にループしていって、fib っていう関数で、あとなんか、アンダーバーっていうなんか見慣れた変数ができて、もうこれはファールのアンダーバーと大体一緒なんですけど、こういうふうにマッピングを書くことができる。結構、はい。まあ結構その、雰囲気はちょっと違うかもしれないんですけれども、書く量としてはそんなに変わらない。まあ、ちょっと関数のところに型が書いてあるのがちらちら見えるのが気になるかもしれませんが。で、これ実はかなり本当はもっといっぱい型がある。記述しないといけないのをスカラのコンパイラーが推論してくれるので、これぐらいで済んでるっていう話で、実際に全部書くとなんかこれぐらいになってしまうって感じですね。
ちょっとこれ実は書きすぎっていうぐらい書いてみてるんですけど、まあなんかその変数の型は何だとか、マップに渡される関数の型とか、マップが返す型は何かっていうのをもう逐一書かないといけない。でもこういうのは実際には書かなくてはよくて、まあ型に保護されているけれども結構素早く、シンプルに簡潔に書くことができるっていうのがまあ良いところでした。で、まあ、他にも豊富なライブラリがあったりとか、ウェブ開発の実績がある。特にまあ安心感が高いのは、その Java のライブラリが使えるって言って、なんか Java のライブラリってそんないいのがいっぱいあるのかって思われるかもしれないんですけども、結構重要だと思っているのは、例えばデータベースのライブラリだとか、そのネットワークスタックみたいな、そういう、まあ、非同期ネットワーキングみたいな、そういう低層のライブラリとかがすごい安定しているっていうのがあると、その上に乗っかってくるスカラっていうのもすごい重要、うまく動くし、まあ、スカラのライブラリも開発がアクティブになってます。あと結構重要な理由としては、もともと社内でスカラ好きみたいな人が何人かいて、まあ、チームが作れそうだったっていうのがあります。まあ、スカラ、本当にマカレルがどんどん発展していったときにチーム、メンバーがいないと結構厳しい。で、そんな今夜で今スカラによるウェブ開発をしているんですけれども、まあ、あれやこれやとこういう話を説明していきたくて、実際にはこういうふうにコントローラーとしてるんですよっていう紹介をしたいんですけれども、全然20分ではもうちょっと限界なので資料に全部入れておくのでご覧ください。はい、次にはちょっとデータベースへのアクセスの仕方とかそういうのも書いておきます。ちなみになんか心配されると思うんですけども、なんかスカラとかだったら ID とか使わないと全然開発できないんじゃないかって、まあ、思われるかもしれないんですけども、実際うちの開発者の人は ID2 人使ってますけど、今普通で書いてる人も2人ぐらいはいて、なんか結構、ビルド環境とかをコンソールで動かすっていう仕組みとかもあるんで、そんなに敷居が高くないです。で、まあ、もう時間もあれなんで、まとめに入りますけども、まあ、スカラ、ここが良いっていうところを言っていくと、まあ、型があるおかげで、まあ、コード、ソフトウェア進化させるためのコードの変更っていうのはすごい安心。変更、プログラムをめちゃくちゃ変更しても、コンパイルが通れば、ある範囲、例えば名前が間違ってないとか、引数間違ってないとかっていうのは、ちゃんと動いてるってことが分かるし、あと、レビューするときも、なんかあこれ名前変わってるけどコンパイル通ってことはコンパイル通ってるってことは絶対間違ってないだろうみたいなのが分かる。あと、まあ、記法がかなり柔軟で、パールスカイの人はなんかいろんなプログラミングを自由に書きたいっていうのがあると思うんですけども、そういうところそういうのも対応してくれているという感じがあります。ちなみにスカラ辛いところもちょっとあるんですけど、とりあえずコンパイルが長いっていう話があって、ちょっと聞いたことあるかもしれないんですけども、なんかマカレルでも今フルコンパイルって3分ぐらいかかって、普段は差分コンパイル聞くんですけれども、なんかブランチ変えたりするともう大変なことになったりするっていうのがあります。あとやっぱりちょっと言語は難しいというか分量が多いので勉強するのが大変。なんかこういう感じですね、うちのチームでは。はい、というわけで、いろいろまだまだ聞きたいことはあると思うんですけども、例えばいろいろありますよね、なんか読んでみてください、モナドが怖いみたいな話とかあると思うんですけども、まあこれはちょっと懇親会とか僕その辺にフラフラしてると思うんで、ぜひ聞いていただいたらちょっとスライドとかもあるんで、まあちょっと僕の分かる範囲でお伝えできると思います。で、まとめで、まあ、ハテナはソフトウェア進化ちゃんと安全にしていきたいって言ってて、マカレルでは新しい言語を投入できる余地があったので試してみてます。で、静的な型システムと結構柔軟な書きやすさで、スカラも結構良いと思うので、ぜひ調べてほしいって感じでした。ただ、型システム最高っていう感じの気分で最近は書いてるんですけど、なかなか、まあ、コンパイルが遅いとかっていう一部の課題もあるので、頑張りたいと思ってます。はい、では、発表は以上ですけども、ハテナではもちろんパールエンジニアもスカラエンジニアも募集しておりますので、ぜひ興味があればお話を聞かせてくださいっていうのと、来週スカラ祭りっていうイベントがあって、そこでもハテナの発表をするので、まあ、もう応募終わってるんですけど、もし行かれる方がいたらぜひ聞いてみてください。以上になります。ありがとうございました。